天才ストライカー、マルコ・ファンバステンの魅力と伝説的瞬間。序章マルコ・ファンバステンの登場。1980年代から1990年代初頭にかけて、オランダのサッカー界には数の才能が輩出されましたが、その中でもひときわ輝いていたのがマルコ・ファンバステンです。彼は、その圧倒的な得点力と華麗なプレースタイルで、世界中のサッカーファンを魅了しました。本記事では、彼の魅力と伝説的瞬間を振り返ります。1. マルコ・ファンバステンの経歴と成績。マルコ・ファンバステンは、1964年10月31日にオランダのユトレヒトで生まれました。彼は、地元のクラブであるアヤックスのユースチームでキャリアをスタートさせ、1981年にトップチームデビューを果たします。その後、1987年にはイタリアの AC ミランへと移籍しました。彼のキャリアは、怪我によって短命に終わりましたが、その間にも圧倒的な成績を残しました。アヤックス時代には、レールディビジで3度の得点王に輝き、ミラン時代にはセリエAで2度の得点王に輝いています。また、オランダ代表としても、1988年のヨーロッパ選手権で優勝を果たし、その大会の最優秀選手にも選ばれました。2. マルコ・ファンバステンのプレースタイル。マルコ・ファンバステンは、その得点力だけでなく、そのプレースタイルにも多くのファンが魅了されました。彼は、身長188センチメートルという恵まれた体格を生かし、空中戦にも優れていました。また、その柔軟な体と優れたテクニックを持ち合わせており、相手ディフェンダーを翻弄するドリブルや、華麗なボレーシュートも得意としていました。彼のプレースタイルは、その時代のストライカーとしては非常に珍しく、その後の多くの選手に影響を与えました。彼は、単なるゴールゲッターではなく、チームの攻撃を組み立てる役割も担っており、そのオールラウンドな能力が彼の魅力の一つでした。3. マルコ・ファンバステンの伝説的瞬間。マルコ・ファンバステンのキャリアには、数の伝説的瞬間がありますが、その中でも特に有名なのが、1988年のヨーロッパ選手権決勝戦でのゴールです。この試合で、彼は右サイドからのクロスボールを、無回転のボレーシュートでゴールに叩き込みました。このゴールは、その後のサッカー史に名を刻むことになり、彼の代名詞ともなりました。また、彼は、1992年の UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦でも、決勝点を挙げる活躍を見せました。この試合では、彼は相手ディフェンダーをかわしてゴールを決め、ミランに欧州制覇をもたらしました。通称マルコ・ファンバステンの引退とその後、残念ながら、マルコ・ファンバステンは、その才能を十分に発揮することができず、28歳の若さで現役を引退しました。彼の引退は、世界中のサッカーファンに衝撃を与えましたが、その後も彼はサッカー界に関わり続け、オランダ代表の監督やアヤックスのアシスタントコーチを務めました。現在は、彼の名前はサッカー史に刻まれ、後世の選手たちに影響を与え続けています。彼の魅力と伝説的瞬間は、これからもサッカーファンの心に残り続けることでしょう。